はい、こんにちは、こんばんは、浦本です。当チャンネルは今までに自分が出会った漫画、おすすめしたいと思った漫画をただひたすら紹介しているチャンネルとなっております。本日はですね、3月の購入予定のおすすめ漫画の紹介をしようと思います。ちょっとね、このコーナーはね、前回すごいグダグダになったっていうのを覚えてますので、まあ、今回は反省を生かしていければと思います。構成はこんな感じです。まずはじめ、3月発売の購入予定のおすすめ漫画の紹介ですね。で、その次が、本当に注目している作品。これはもう今回はちゃんとできます。で3つ目、これは雑談ですね。それでは行ってみましょう。ちょっとね、一個一個紹介してると長くなっちゃうんで、本当にもうサクサクと情報だけで進めていこうと思います。いきます。まず3月4日からですね、理想のひも生活11巻、これは日の月猫さんで、角川コミックスですね。チェーンソーマン11巻、藤本たつきさんで、集英社コミックジャンプコミックスですね。創世の陰陽師24巻、こちらスケの、吉明さんかな。でこちら集英社コミックのジャンプコミックスですね。でもジャンプスクエアでやってますね。怪獣8号2巻、松本直哉さんの集英社コミック、ジャンプコミックスですね。こちらはジャンププラスかな。で空挺ドラゴンズ10巻、桑原拓さん講談社のアフタヌーンコミックスですね。で UQ ホルダー25巻、赤松健さんの講談社コミックスで、広角のパンドラ20巻、陸道紳士白雅宗さんで、角川の角川コミックスエースですね。魔法使いの嫁15巻、山崎コレさんマックガーデンベートコミックス。魔法使いの嫁紙編75、稲妻ジャックと妖精事件4、いつしろゆう及川真子山崎コレさんですね、マックガーデンベートコミックス。ちはやふる46巻、末継ゆきさん講談社 B ラブコミックス。剣眼オメガ8巻、サンドロビッチヤバコダロメオンさんですね、小学館の裏少年サンデーコミックスです。こちらはウェブ雑誌ですね。で乙女語り13巻、森かおるさんですね、角川書店春田コミックス。竜と1号3巻、柳本光晴さん小学館の少年サンデーコミックスです。こちらは響きを書いた作者の人ですね。はじめの一歩130巻、すごい130って。森川ジョージさん講談社の講談社コミックスで、デイズ42巻、安田剛さんで講談社コミックス、もうそろそろ最終巻かな。忍者スレイヤー京都ヘルオンアース、横尾裕樹さん秋田書店のチャンピオンレッドコミックスですね。で稲穂凛花のチャリと飯2巻、こちら狐子さやかさんかな、秋田書店のヤングチャンピオンレッツコミックスですね。で朝子3巻、吉田もろへさんですね、こちら秋田書店でヤングチャンピオンコミックス。少年のアビス4巻、峰波亮さん秀英さんのヤングジャンプコミックスですね。片場美と黄金5巻、北野英一さん秀英社のヤングジャンプコミックスですね。事情を知らない転校生がグイグイ来る8巻、川村拓さんスクエアエニックスのガンガンコミックスジョーカーですね。で僕は友達が少ない19巻20巻、こちら角川の、メディアファクトリーコミックスアライブシリーズですね。罠ガール6巻、緑山信弘さん角川の電撃コミックスネクストになります。こちらが自分が来月買おうとしている作品一覧ですね。では次にこの中で特に気になっている漫画の5選いきます。もう前回選べなかった反省を生かして、今回はもう事前に選別をしておきました。まあ、細かい紹介は TikTok のその出会ってよかったシリーズとかでのんびり紹介していきますので、ここではもう最低度の紹介をしていければと思います。まず空挺ドラゴンズ10巻、もう本当に楽しみ。これ講談社のアフタヌーンで桑原拓さんが連載している空挺ロマンファンタジーですね。もう匂いを感じるかのような世界観の表現にもう本当に脱帽します。すごいおすすめ。穂高凛花のチャリと飯、これ ロードバイクとご飯のお話です。もう主人公の穂高凛花さんが可愛らしいというのと、まあ、ちょっとフェチを感じる作品なんですよ全体的に。これから暖かくなってくるんで、自分も今後ロードバイクで走っていくので、まあ、そのための熱量の補充をしていこうかなと思ってます。で少年アビス、もうねこの表紙見れば分かりますよね。それピックアップにも入れざるを得んやろっていう、もうね3巻までに積もり積もった不穏がまあ膨れ上がって新しい展開が起きそうな予感がするのでピックアップに上げました。にしてもねこの本当に表紙はねやべえ。で僕は友達が少ない19巻20巻待ってました。もうね漫画だからこそこの表現をできるんだっていう、そういうところをねもうふんだんに表現してくれる神漫画家さん、いたしさんの新刊、しかも2巻同時ですね。もう本当に楽しみにしてます。で、最後に乙女語りですね。まあ安定です。これ毎回その知らない世界、新しい感情、新しい価値観に出会わせてくれるんで、本当に個人的に大好きな漫画不動のトップランクにいつも必ず入ってくる作品です。もう本当に楽しみですね。まあ、一番気になってるのは、まあ、正直友達が少ないですね。なんといってもね2巻同時発売、これでも漫画が2巻同時に発売する理由っても2個しかないんですよ。初めに1巻2巻が同時発売するか、もう今回の完結記念に最終巻付近が2巻同時に発売するかなんですよ。もうねついに完結かと思うとまあ寂しいけど、
まあ、全力で楽しませていただきますし、イタチさんの次の作品にもすごく期待をしてます。ありがとうございますって感じですね。で、いきなりなんですけど、最近 TikTok にハマってます。自分的にその最大1分&スマホ編集でサクッと上げられる仕組みっていうのは、なんか漫画を紹介するという目的に、そのすごい、とってもとってもハマってるんですよね。で、もちろんその原稿をしっかり作って、編集バリバリして5分、10分の動画を作ってるのもすごい好きなんですけど、まあ、それで紹介できる漫画が1個や2個や、そのなんか世界に対する感動還元費用対効果みたいなやつがすごい悪すぎるような気がしてて、まあ、そのまだ検討中なんですけど、その漫画1本とかそういったものは TikTok でしながら、その購入した漫画一覧とか本棚紹介、その他にもその企画的なものは YouTube で上げていければなと考えてます。まあ、Twitter、YouTube、TikTok なんていうかね、それぞれを運用するんじゃなくて、もう絡み合うように一つの流れとして組み上げていければいいなと、まあ、模索はしてるんですけど、なかなか自分のね、なんていうかポテンシャルじゃなくて、なんていうんだ、そのキャパシティがそこに追いついてないって感じですね。まあ、2月はその TikTok にそのがっつりハマってたんで、もう3月は半分半分ぐらいできればいいなと考えております。まあ、引き続きご視聴いただけると嬉しいです。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が面白いなと思えた方、いいねやチャンネル登録、それとかですね、その Twitter とか TikTok の方もやってますので、そちらもよかったら見ていただけるとすごい嬉しいです。それとですね、コメントなどいただけましたら、もう必ずうざい返信っていうのを返させていただきますので、よかったらちょっと軽くコメントいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。